アーサー・セブロースキーはアメリカ海軍の軍人。当初は艦上機パイロットとして活動した後、システムエンジニアとして活躍した。最終階級は中将。ニュージャージー州パセイクに生まれ、1964年にペンシルベニア州のビラノーバ大学を卒業した後、予備役昇工訓練課程を経てアメリカ海軍に入隊した。セブロースキーは、 艦上機パイロットの道を歩み、ベトナム戦争において154回の戦闘任務飛行を記録している。その後、第41戦闘飛行隊隊長、第8空母航空団司令、教習揚陸艦、グアム艦長を経て、空母、ミッドウェイ艦長として、湾岸戦争に参加した。またこの間、4回の海軍小勤務を経験したほか、海軍大学院において、 コンピュータシステムマネジメントを専攻し、修士号を取得している。1981年、アメリカ海軍作戦部長、トーマス・ヘイワード大将によって編成された戦略研究グループの第1期生となる。この経験は、海軍大学院の入校経験とともに、36年間の軍務経験の期間中において、最も有益な着想を得た。 経験の一つであると改装されている。その後、統合参謀本部において、C4 システム部部長、海軍省において、宇宙、電子戦部部長を歴任した後、1998年より、海軍大学校校長。この際、従来は、少々職であった、ネイブ・アークル校長が特に中上職に格上げされると、もに、同校内に21世紀のアメリカ海軍に関する、 構想を総案するための海軍戦闘開発軍が創設されている。2001年に退官し、同年国防総省長官不戦力変革局部長に就任し、ジョージ・ W ・ブッシュ政権したドナルド・ラムズフェルド国防長官が進めていた米軍再編を主導する。しかし2005年1月、ガンとの闘病のために完食を辞し同年11月、 63歳で死去した。アメリカ海軍は、セブロースキー自身の出身校でもある、海軍大学院に、セブロースキー国防情報革新、優越、期待症脅威研究所を設置している。セブロースキーの最も著名な業績は、海軍省 N-6 部部長時代に行われた、ネットワーク中心の戦いコンセプトの草案である。これは、 元空軍士官のシステムエンジニアであり著名な軍事アナリストでもあるジョン・アルストカと共同で1998年に発表されたものであった。NCW コンセプトは工事の C4i システムによって情報を伝達、共有することで意思決定を迅速化するとともに戦力運用を効率的に行うことを目的とするもので第一に 戦闘力の枠組みの転換、第二にボトムアップ、自己動機という革新性を区備しており、旧来の軍事コンセプトを根本から揺るがす、画期的な軍事コンセプトである。1998年、アメリカ海軍は艦隊戦闘実験において、NCW コンセプト採用時と PCW コンセプト採用時の相対比較を行うことにより、NCW の有用性を検討した。 この結果、平均的な意思決定サイクルは43分から23分に短縮され、任務遂行に要する時間は50%減少。射撃の有用性は逆に50%増大し、艦隊の防御網を突破した、敵襲定数は1、10に減少したのである。これによって、NCW コンセプトの有用性は立証され、2003年11月、 ドナルド・ラムズフェルド国防長官は統合作戦コンセプトを認可し、これによって NCW コンセプトのアメリカ全軍への導入が決定された。しかし NCW コンセプトの導入には各級死機関への教育、抗戦規定の策定、C4I システムの整備など多大な労力が必要となる。このことから NCW コンセプトの導入は 段階的に進められており、2010年までに NCW コンセプトに則っ,った作戦を実行、可能とし、全面実用化は2030年を目標としている。ありがとうございます。